人のジェローム牧師を助けてくれ。危ないところをありがとう。俺とジェローム牧師は奴らを襲撃して捕虜を解放してたんだ。でも今回はしくじった。トラックを襲ったまではよかったんだが、ハイウェイマンに不意打ちを食らってジェローム牧師が捕まった。俺は命からがら逃げてきたが、牧師はどこに連れてかれたのか。俺たちが襲ったトラックに手がかりがあるかもしれない。この近くだ。じゃないんだ。私はジェロームだ。助けてくれてありがとう。だがまだやるべきことがある。奴らは私を昔のライの家で拷問しようとした。そこに他の人質も捕まっている。彼らを助けるのに手を借りたい。
何だってんだ。まだ情けのあるやつもいるんだな。おかげで助かったわ。ありがとう。なんて日、ありがとう。自己紹介しよう。ジェローム・ジェフリーズだ。みんなからはジェローム牧師と呼ばれている。お前には感謝するよ。お前は人の助けになれる。本来は私の役目だが、ミッキーとルーはホープカウンティから一滴残らず血を絞り取るまで止まらず、誰を踏み潰そうか気にしない。我々は奴らに立ち向かわねばならない。私はお前のような人間に協力しよう。味方を探しているならここにいるぞ。行くのは反対だけど、どうしても誰かが行くなら。どうしてもだ。ウィー、あんたか。相変わらず。グレース・アームストロング、ハイウェイマンに試作の武器を奪われてまずい状況なの。なんとか取り戻さないと。お願い、誰か手を貸して。
キリがないわね。あなた、ありがとう。噂になってるよそ者はあんたね。ハイウェイマンを困らせてるって。そろそろ後進が育ってくれないと。グレースよ、この目が見えたら一緒に暴れるとこなんだけど、多少は衰えたかもしれないけど、まだまだ役に立つわよ。昔みたいな狙撃ができないって気づいたから、それが問題にならない銃を作ったの。実はあなたが作ったものからヒントをもらったの。ちょっと改良しただけ。謙遜抜きで言えばホープカウンティで最高の銃よ。ただ問題はハイウェイマンにそれを盗まれて旧車両基地に持ってかれたってことよ。あいつらは盗んだものをそこに溜め込んでるの。簡単じゃないだろうけど、リスクを犯すだけの価値があるの。銃と物資を奪い返して、邪魔するクソ野郎どもを根絶やしにしてちょうだい。基地に着いたら貨物車両の中を探してみて。ハイウェイマンはそこに奪ったものを保管してる。私の銃もそこにあるはずよ。
誰にでも役目があるの。順調だったみたいね。ハイウェイマンをボコボコにしてくれてありがとね。銃は持って行って。前も言ったけど、私の目は昔のようにはいかないの。だから私よりあなたの役に立つ。それから回収した物資だけど、あれはみんなのものよ。みんなのために使って。プロスペリティの人間ならもらったものを最大限に活用するでしょう。私も含めてね。聞いた通りよ。私はプロスペリティに行くわ。もし訓練してほしくなったら会いに来て。じゃあ気をつけてね。返すことはできたけど、大した打撃になってない気がする。奴らはいくらでも湧いてくるから、こっちも数で対抗しないと。他に子供たちを守る方法はないわ。